戦初戦でプロデビューしました。7番指名打者スタメンでの出場で最初の打席は1回もバットを振ることなく見逃しの三振。この後もショートゴロ連続三振と4打席3三振の苦いデビューとなりました。0対0で進んでいたゲームですが、大江田淵監督は7回、ランナー2塁3塁の場面に今シーズン内野からキャッチャーにコンバートした安田を代打に起用。安田は見事期待に応えて、まずバッティングの面で存在をアピールしました。一方、7回から登板した大江のルーキー、ドラフト1位の木村は8回、今年から近鉄の選手会長となった3番金村にプロの意地を見せつけられる手痛い一発を浴びます。今年、大江首脳陣が先発ローテーションの一角にと期待する木村ですが、内野倉をはじめルーキーにとってプロの水はやはり甘くなかったようです。今日は三振だったんですが、球場は日曜日とあって家族連れなど6000人のファンが詰めかけました。昨日3つの三振を喫して悔しくて仕方がなかったというルーキーの内野倉。第1打席、近鉄先発池上から痛烈なツーベースを放ち、田淵監督は気持ちの切り替えが早いと期待の新人に熱い視線を送っていました。最下位脱出の鍵を握る新戦力のウィリアムス、守りには定評がありますがバッティングでもいいところを見せました。オープン戦4打席目で初アーチ、コンパクトに触れただけと淡々と話していました。近鉄で目を引いたのが今年4番が予定されている石井。1回2アウトからタイムリーヒットを放つなど、昨日に続いて今日も2安打、打点2を挙げ得点機にきっちり打てると大木監督も満足そうでした。今日の近鉄打線は大栄の4人の投手から13安打を放つ猛攻、結局9対2で近鉄が勝ちました。この佐々木です。3回までその佐々木を攻めきれなかったホークス打線ですが、4回先頭バッター岸川がフルカウントからの6球目レフト場外に先制ホームラン、大栄ホークス1対0とリード。続く5回にも岸川が2打席連続のアーチを放ち、2対0とホークスがリードします。しかしその裏バファローズ打線爆発、金村鈴木連打でノーアウト1、2塁、三山送ってワンアウト2塁3塁、ここでラストバッター吉田レフト前にタイムリー、金村を迎え入れます。なおもワンアウト1塁3塁、続く村上ワンツーからの4球目、高々とレフトスタンドに運ぶスリーランホームラン、バファローズ4対2とあっさりホークスを逆転します。その後バファローズが4点、ホークスが1点を入れ、8回を終わってバファローズが8対3とリード、このまま終わるかと思われました。しかし最終回ホークスも粘ります。先頭の山内、好投を続けていたバファローズ2番手福島からホームラン、さらにホークスは1点を加え1点差まで詰め寄りますが、反撃もここまで、結局バファローズが8対7でホークスを下しました。ヒットというのも、しかしいきなり好調の二村にレフトスタンドへ運ばれます。指のかかりがもう一つだったという真ん中の甘いストレート、不安なスタートになりました。しかしこの回後続の二人を空振りの三振に打ち取ります。カウントを稼ぐカーブがコントロールよく決まり、最後は決め球のフォークが今年も健在。結局4回を投げて14人の打者に許したヒットは田村のホームランだけ、5つの三振のうち4つまでがフォークで奪ったものでした。もう去年厳しく取られたボークを意識しての牽制も試みます。今年は投げ込んだし腕の振りもいいと、去年より1週間も早い実戦のマウンドにまずまずといった表情でした。でピッチャーとなりますと、去年からオリックスから、ダイエーに移籍をいたしました今井雄太郎投手、今年42歳、こちらは老練なピッチングぶりを先日のオープン戦で見せておりました。このあと近鉄は鴨川を攻めてヒット9本、打者16人を送ってこの回11点を挙げます。また7回にはドラフト1位の近鉄のルーキー大阪北陽高校出身の寺前が登板、最初のバッター2番高橋を得意のカーブでセカンドゴロ、寺前はこの後も2人を内野ゴロに打ち取って前評判通りのピッチングを見せました。試合は19対7で近鉄が勝ちました。オープン戦が行われるのは2年ぶり、しかも大木監督が野茂の先発を予告したこともあって内野スタンドは超満員です。野茂はオープン戦2回目の登板で初先発です。
1回、広島のバークレオを得意のフォークボールで三振。続くアレン。ドクター K は今年も健在です。その野茂が2回突然乱れます。去年もオープン戦でホームランを打たれた6番小早川に高めのストレートをレフトに運ばれました。小早川、これがオープン戦第1号です。さらに江藤にもフォークボールのすっぽ抜けを連続ホームラン。この時ばかりは一塁側ベンチが静かになりました。しかし大木監督が順調に仕上がっているという通り、3回からは見事なピッチング。結局6回を投げて9個の三振を奪い、和歌山のファンを安心させました。向けを覚ましたのは近鉄の松久保のバッティングでした。4回オリックス先発は右の軸にと期待のかかる伊藤敦則ですが、2アウト満塁、そしてフルカウント、松久保の打球は一軍頭角に向かってライトスタンド最上段へ、見事な逆転満塁アーチ、最高のアピールを見せました。逆にこの一発で3回までの好投が帳消しとなった伊藤、この後も新井に2点タイムリーを許すなど、中盤で崩れてしまう晴れのち雨のピッチングはあまり変わらないようです。オープン戦快調の近鉄打線、中でも5回岩崎から打ったブライアントのこのホームラン、滑らかにボールを運ぶバッティングは一昨年の絶好調の時そのもの。小川バッティングコーチのうちの打撃はもう完璧という言葉を象徴するかのよう。投げる方でも先発佐々木、中島に先制ツーランを許したものの7回まで投げ続け、安定感のあるピッチングを披露。初顔合わせのドイオリックスと大木近鉄戦、7対4で近鉄が勝ちました。豊橋で行われた中日近鉄戦、中日落合は初回に2塁打、3回シングルヒットと、今日は2打数2安打、相変わらず順調です。ピッチャーで目についたのが中日のルーキー森田、中継ぎで登板した森田は打者7人に対して4つの三振を奪うナイスピッチングでした。はいよ。3試合目の登板で最少の6回を投げましたが、今日はチェンジアップをうまく使って5回までヤクルト打線をエラーによる1点に抑えます。最後に連打を浴びスタミナに不安を残しましたが、まずまずのピッチングで大木監督に先発復帰をアピールしました。7回からはエース阿波野が登板、雨の影響で心取りのマウンドとなり1点を失いますが、後続をピシャリと抑えて気迫を見せました。オープン戦登板チャンスはあと1回、そこで仕上げて開幕に備えます。一方ヤクルトは先発の川崎に代わり、8回から新外人バートサスが初登板。ストレートは最高138キロとさほど速くありませんが、2メートル1センチの長身から繰り出す多彩な変化球がさえ、2イニングを無失点。大投手不足のヤクルトに明るい兆しが見えそうです。試合後に行われた4イニングの練習ゲーム、練習試合なんて久しぶりやなと試合前のんびり語っていたのもですが、マウンドに上がると観衆を釘付けにするピッチング、最高146キロのストレートにカーブ、そしてキレのいいフォークを投げ、3回で奪った三振5個、桃見打線に残っていた観衆の期待に応えました。今日一番注目されたのが野茂長嶋の対決、好調どもは長嶋に対し全てストレートで勝負。その5球目、141キロの内角球を長嶋がライト前へヒット、その後盗塁も決め、今日のところは長嶋に軍配が上がりました。